みかんの上にある果物ってなんだ。今日、札幌市の丸山公園で開催されたのは、謎解きウォーキングイベント、怪盗エルロットからの挑戦状です。保険会社が健康増進のために企画したイベントで、参加者たちは公園内でクイズに頭をひねりながらウォーキングを楽しんでいました。このイベントは午後も行われる予定です。